こんにちは、YouTube の佐藤川史段です。今週はもうアメリカ、日銀、雇用統計、計算もいっぱいありすぎて混乱しないように僕が皆さんに教えます。この5つだけを知っておけば今週の 大きな発表を僕があなたに教えます。ここが一番大切。ここは大切じゃない。すると僕の感想、僕はこういうような発表を20年間見てきたので、今の僕の投資戦略を教えたいと思います。まだ皆さん見ていないから、方は僕からの大きな発表をライブイベントでしました。ポストプライム業績をこれから1年から2年で何倍も拡大すること。僕の夢と超でかい投資を教えている。興味あれば、ビデオを概要欄のリンクで、ここは YouTube で無料で見れるので見て いいてください、えー、あと、まああの、このプライムプラスっていうものを僕のチャンネルで始めました。えー、今夜もまた8時半でライブ配信をします。えー、テーマはこれからここに全力で投資して資産を数倍に増やせると思う。人生にめったにない チャンスが今あると思います。これは何年も僕がずっと準備してきたことです。プライムプラス登録は月3000円程度、つまり毎日100円程度の追加の支払いで、僕から見るととっても安い投資だと思いますので、ガイドのリンクで無料体験をして、ぜひ皆さん今夜トライアウトして1ヶ月だけでも試してください。僕は本気で資産を数倍増やせると思っています。まあ、最後に、イザナビという AI 機能をリリースしました。すべて銘柄でリターンを見るとほとんどマイナスがない。他のロボアドバイザーや ででも見たことないです5000人ユーザーまでの限定の理由は相場の影響が分からないからです。みんなが使えなくてすいません。早物勝ちで最初に登録する5000人だけです。興味あればこの機能も概要のリンクで無料体験と説明動画もぜひご覧になってください。So, we have a lot of events today. カレンダーを今見てると今週はもういっぱいある。だけど僕がまず分けます。一番大切なもの。なんで大切なので、ここは大切じゃない。 Okay, here we go. You got five events. 今週、僕は分けますね。カテゴリーとして。一つ目、アメリカ中央銀行の決定会合。FOMC っていうものです。はい。時々 FRB、FOMC、同じです。で、この決定会合では、金利の決定会合があります。はい。金利を決めるんです。中央銀行が。で、これが、決めて、 これが発表されるのが日本時間の8月1日の朝の3時になります。アメリカ時間だと水曜日です。で、今、アメリカの中央銀行の金融政策を見ると、今までのほとんどの2年間は利上げが大きかったです。はい、ほぼ0%を2022年から5.5%まで2023年で急激に利上げしました。理由としては物価が高くなりすぎて 消費者物価指数が高すぎて、特にアメリカ国民の影響が悪化してたので、利上げをした。だけど5.5%ずっと維持していたので、これから利下げを9月にすると、ウォール街のデリバティブ相場はもうすでに予測をしています。実は、2024年では2つの利下げがあるという予測があり、今特に10月の Fed Fund Futures という先物のデリバティブを見ると、 すごくここ急激に今、利下げの可能性が今年高まっています。なので今回の金融決定会合ではおそらく何もしないとみんなも思ってます。利下げ利上げ。だけどキーポイントは今年何回の利下げをするのかがキーポイントです。僕の感想だと今ちょっと期待感がすごい高いです。みんなもう利下げするともう期待して出るのでこういうような期待がすごい高いときは 危ないですこういうコメント中央銀行の方でちょっとでも変なくしゃみとかしてもしかしていや利下げしないかもとか言ったら今相場の期待感が高い時に期待に満たさないっていうリスクが高いので僕は若干米国株はこのイベントはちょっと下がるリスクはあるかもしれないと思います、まあ、記者会見次第だと思います決定会合は重要じゃなく記者会見です次日本の日銀 今日から始まって明日に発表があります。日銀の決定会合。まあ金売利を決める決定会合があります。これは明日31日の大体12時半から1時、午後ぐらいに発表があります。で、今回キーポイントはこれです。日銀は2 0 1年。 6年からマイナス金利を実行してた。マイナス0.1%。とてもイレギュラーです。他の中央銀行はやってないです。これをずっと続けて、で、最近、本当に最近、今年にマイナス金利をやめて、 これをプラス金利に転じました。他の中央銀行と同じ。だけど今0.1%、ほぼ0%近くです。で、今日本でも物価がどんどん高くなっているので、久しぶりの利上げをするという話がどんどん話題になっています。で、今回に特に話題は2つです。日銀はまず、いつ次の利上げをするのか。ブルームバーグの世論調査によると、おそらく10月ぐらいが一番高い。 というふうな世論調査。だけど7月でもやるっていう可能性は今の世論調査だと29%ぐらいの方が思っていることです。まあ利上げがいつなのかが一つのポイント。二つ目のポイントは国債の返り額を減額すること。日銀は日本の国債を買いまくってる。日本の政府は経済の割合として借金が一番高い国です。まあ2番目ぐらいかな。 なので政府はお金は全然ない。なのでどんどん国債を発行する。誰がこれを買ってるかというと日銀です。で日銀が現在月間6兆円程度を買ってるんですけど、これをおそらく5兆円ぐらいに減額して2年後には3兆円まで減額するという予測になってます。これ誰が買うのかがすごく心配ですみんな。 だけど、どれぐらいのペースで減額するのかが、今回、もしかして記者会見で発表されるかもです。これに対して、日本の市場を見ると、ドル円でも、日本の国債でも、日経平均でも、ボラテリティ変動率がすごい上がっている。いろんな人たちが、ここをすごく注目して、特に注目なのは、今、日本の消費者を見ると、消費、個人の消費があんまり復活してないので、あんまり利上げできないんではないか。 まあ、利上げっていう期待感がそんな高くない、ちょっと甘いと僕は思います。なので、実は僕はここも若干ちょっと危ないと思います。アメリカほどは危なくはないけど、少しリスクはあるかなと思いますし、減額をして、これは今大きなリスクじゃないけど、1年後、2年後、減額していくと、買う相手があまりいないと思うので、日本の国債の利回りはどん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 これから僕は上がると思います。3番目、今週大切なのは、 イギリスの決定会合。イギリスの決定会合も木曜日に発表されます。イギリスの決定会合では、今世論調査によると、ロイターズによると、80%の経済学者は利下げが 今回あるという予測です。まあ、イギリスも日本とすごく似ていて、2022年、23年もほとんど利上げしてたえ、今はずっと金利が維持されてます。5.25%アメリカに似てます。だけど、ここは利下げをすることを検討されてます。これ実は、イギリスは歴史的にそんなにでかい相場の影響はないです。なので、それほど重要じゃない。優先順序は下だと思います。だけど、 4番目の今週の発表が実は僕の頭の中では一番大切、今からこのビデオ、一番大切なキーポイントはここです。4番目の今回発表は僕はテック株のこの決算発表。今週は木金にアップルアマゾンマイクロソフトとメタの4つのでかい決算発表がある。これが一番、一番大切だよ。 アメリカ株は、このマグニフィセント7という7つの銘柄だけで全、全 S&P 500株価の時価総額の31%だけがこの7つだけの銘柄です。ものすごく相場の影響がある。で、これを見ていて、特に僕が心配なのはアップル。 アップルは今、マクリーを見ると、ここ結構高いです。メタとかアマゾンとかマ,マイクロソフトは、週足のマクリーを見ると、もう下落が、まあちょっと1、2週間続いてるんですね。もうすでにちょっと下落、ちょっと決算が弱まることは期待されてる。折り込みされてる。アップルが今、あまり下落がまだないんです。で、ここが僕として心配なのは、アップルが数日前に発表されたのこのアップルインテリジェンスは、実は発表が、これ延長される。 GPT, チャット g p t を導入するこの新しい iOS18 が Apple Intelligence という部分が一番大切でこれが延期される可能性がある。なので僕はここが実は今週一番大切だと思います。テック株の決算発表。だけど特に Apple が大切だと思う。最後に1 5番の今週多分一番大切じゃないけど実は一つだけ知っておくべき。 今週はアメリカの雇用統計がある。だけど雇用統計が大切じゃないよ。重要なのはアメリカの雇用統計とともに発表されるのが金曜日の夜に失業率です。失業率は今どん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 とアメリカで 高まままっってていますすどどどどん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 と上がっていますでこれが注目なのは今回今アメリカの中央銀行の決定会合で金利利下げをしようとしている時に前回議長さんパウエルさんが言ったのは今失業率が上がっていることはやはり問題だという指摘をしています。ななのでこの失業率が高くなるほど 株価は利下げをもっと折り込みして株価は反発すると思いますので、これも注目になると思います。まあ、あの、ちょっと僕、これから僕の感想に入りますけど、僕は今見てると、米国株は、えー、まあ、イザナビっていう前回皆さんに話してたこの機能によると、米国株は買うっていうシンガルがちょうど24から25ぐらいに出てたので、そこからは少し反発をしています。だけど、すごく小さな反発です。えー、しかもこのイザナビっていうシンガルは12時間から72時間 時間ぐらいい程度でで見てるのでもう反発は終わったと思いますなので僕は今この米国株のチャートを見ているともしかしてもう少しした反発は起きてもおかしくはないかもしれないと思うんですけれどまだ今は明らかに特にナスダックを見ると下落トレンドだと思いますこの黄色い上昇トレンドを下抜けたのが7月17日今ちょっとだけ反発してるけれどこの黄色い線を上回らない限りはまだ下落トレンドなので特に今週は注意 するべきかなとは思います。 イザナビの使い方とか、僕のポストプライムチャンネルのこの一番上の固定投稿で全部皆さん説明も無料でしますし、チャプター時間もあるので、ぜひ概要欄の方で見てください。で、僕として今ポートフォリ見てるときにすごく大切なのは、ここのポイントです。今、皆さんここ見て、このチャート見てると、今、オプションの市場を見ると、今週のボラテリティの折り込みがものすごく高いです。今、ポートフォリで一番大切な部分話します。聞いてください。 今、オプション相場。オプションというのは株を買うか売るかという権利です。で、ここのオプション相場にはプレミアムがあるんですね。まあ、あの実際保険を払う利用金みたいです。このプレミアムをいわゆるここの、まあ、赤いところで見,て見ればいいんです。今、例えば S&P500、1.35%、ナスダック2.05%、ラッシルが2.31%。これが今までの1年間程度の中央銀行の決定会合。 の前と比べるとすごい高い今まで平均が黄色なんです普通 SNASDAQ だと1%程度が今2倍ぐらいですこのプレミアムがねなので今までの決定会合の前は普通ボラティリティ上がります普通にオプションのプレミアムも上がるけど今は通常より通常の決定会合より2倍ぐらい上がってるってことは僕の直感20年間こういうことを見てると おそらくボラティリティはもう折り込みされていると思う。なので、すごいでかい動きはないような気がする。でかい急落、でかい急騰、ないような気がする。もうオプション相場でここは折り込みされています。プロの人たちはもうでっかいリスクヘッジを上でも下でもみんなもうやってます、終わってます。でっかい動きはないんじゃないかなと思います。なので僕のポートフォリオ、僕の戦略には、 何も影響ないです。僕は米国株はそもそも今高すぎるとも、PER 見てると30年ぶりの高さ。なので僕自身は今、ポートフォリオをこの赤い部分、米国債とか、黄色い部分、コモルティ暗号資産に75%ぐらい入れています。米国債券は今まで中央銀行の利下げがスタートするとき、いつも上がってます。超安全です。 ね、いつもです。100%の実績です。あと、コモルティっていうのは、特に中央銀行が利下げするときに大体上がる傾向で7巡ぶりの割安です。まだここに僕はすごい特化してますし、僕が一番好きな投資は今夜8時半でまたライブ配信で話す。この 超でかいサイクルで。なので、今夜8時半見てください。ちなみに皆さん、僕がこの動画で話しているような、銘柄とか投資に興味あれば、僕が使っている証券会社で同じ投資することも可能です。インバースト証券、SPI とか IG。この3つの証券会社を概要欄のリンクで口座解説すると2万円もらえます。2万コインです。はい。この概要欄のリンク、誰でも無料です。すでに口座をこちらで持っていても、ご家族や友達も新しい身分証明書とメールアドレスがあれば別の口座解説がで できる完璧に無料。数分間で終わるので、街路のリンクでぜひ見てください。こちらで自動売買とか、まあ米国債とかえ、ビットコインとか、こういう特殊なコモリティ商品とか、全部取引できますし、まあ僕が使っている証券会社全部街路の方にありますので、もし興味あれば全部無料です。ガイ路の方で講座を見て解説も検討しても良いかもしれません。So guys, 今日まとめとして、今週、まあイベントがちょっと色々とあります。えー僕 僕は今週多分すごいでかい動きはないような気がしています。理由としてはもうほとんどこれ折り込みされています。なのであの相場ですごく大切なのはどういうニュースがあるのかメディアがどう話しているのかだいたい20年間僕の経験だと何がどこで折り込みされているのか期待レベルは何なのかが大切です。で期待を上回ると大体株価は上がる。期待を 下回ると大体いい株価下がる。すごいシンプルです。人間の心理です。で、今見てると、恐怖はすごい良い。どっち方向でも高いです。ボラティリティとオプション相場を見ると、プロの人たちはオプションをもいっぱい買ってます。上向きもあの下向き方向です。なので、すごいでかい動きはないような気がする。 多分一番大切なイベントは中央銀行の方じゃないと思う。ほとんどもみんなも折り込みしてると思う。日銀はどこから段階で利上げするアメリカとイギリスはどこから段階で利下げするもうみんな知ってること。失業率もちょろちょろ上がってるけど、すごいでかいサプライズがなければそんなでかい影響じゃないと思う。一番サプライズが出そうなのはやはり決算発表だと思います。まあ、えー、先週も見ましたけど、テスラとかの決算発表ですぐ、ポロってもうすぐ11%とか下がって、すぐナズダクに ででかい影響があるので僕はここの部分が一番大切であるのでアップル、アマゾン、マイクロソフト、メーターこの4つの決算発表が一番大切でかつアップル株価が一番まだ下がってないので僕はそこが少し注目になるんじゃないかなと思っています。というところです皆さん 投資は自自己己責任、自己判断でよろししくお願いします。ぜひ皆さん概要欄の方でイザナビの、まあ、この説明動画とか見て僕のチャンネルもぜひ皆さん興味あればプライムプラスという無料体験もして今夜8時半ライブ配信を見に来てくださいありがとうございますよろしくお願いします